ライはトゥルー、あなたは信じる、ちまたに転がる都市伝説紹介チャンネル、どうもこれきです。パスのトイです。はい、先日ですねこちらの動画で日本人の祈りの可能性に触れさせていただきました。はい、どうですかね、祈りって都市伝説なんと思う方もいますけども、まあでもいただきますとかで手は絶対合わせますしね。そうなんですよね、わりかこうスピ系に流されやすいんですけども、意外と日本人ちゃんと手を合わせることやってるんで、初詣とかも行きますしね。はい、まあそんなこともあって、まあ、約70万再生ということですごいですね、好評をいただいてるんですけども、はい、この動画の中で祈りと呪いは表裏一体なんじゃないかという話をしているわけですけども、この動画を撮影した後ふと呪いってどうやったらかかるんだろうと思ったわけですよ。はい、でそれで少し調べたらネットニュースで呪い代行サービスっていうのを見つけちゃったんです、ね、代行すんないやほんまにそれなんですよね。この記事を読んで面白いなと思ったのが、はい、このサービスの依頼の7割が何やと思う？え、それはもう人に不幸があってほしいよと思うじゃん。違うんですよ、逆なんですよ、恋愛成就なんですよね。神社行けそういう神社に行って無理だった人たちが駆け込むみたいなのもあるじゃないですか。でこれ呪いじゃなくてやっぱり祈りに近いものだと思うんですよ。実は世の中には呪ってまで相手を苦しめてやりたいという思いは案外少なくて、まあ、ちょっとした勘違いみたいなもので呪いにかかってしまうことがあるんじゃないかと思うんですよね。で今日はそんな祈りが呪いに、まあ、裏返ったのではないかという話をしていきたいと思います。はいはいはい、ファラオの呪い。あ、これは呪いですね。なんでなんで、え、急に切りどうしました。だってエジプト人も言うとったもん、ファラオこれ動かしたら呪われるでって、うん、掘りすぎやろ掘りすぎねんじゃん。これに、ね、いらんことしたら呪われるっていう。なるほどね。そうそう、まあ、都市伝説界隈でですね呪いにまつわる話はもうガーってたくさんありますよね。ありますよ。最も有名なものはやはりこちらエジプトファラオの呪いではないでしょうか。エジプト人も言うてますからね、本家本元みたいなね。イギリス人も言うてるし。あ、そうで、ファラオって何ぞやということなんですけど、まあ、これエジプトの王のことです。はい、ファラオの呪いとはその王たちの墓を発掘した人々に次々と不幸が訪れたと言われております。うん、ツタンカーメンね。まずこちらをご覧ください。ツタンカーメンさんです。このツタンカーメンのお墓の発掘は1922年に行われ、20世紀最大の発見とも言われる出来事でした。はい、ジョージ・カーナボン伯爵の出資により考古学者ハワード・カーター率いる調査隊が発掘を行いました。発掘された時には黄金のマスクや宝石など約2000点がほぼ完全な形で発見されたんですね。ただですね、この発掘に関わった人が次々と謎の死を遂げることとなります。うん、まず発掘から6ヶ月後、調査の出資者でありますカーナボン伯爵が原因不明の高熱で急死。それから調査隊やツタンカーメンの発掘に関わった人の謎の死は続きます。カーターの助手で保存技術の天才と言われたメイスは胸膜炎を悪化させ死亡。同じく助手のリチャード・ベゼルも心不全で死亡。もうなんか物語の展開がさ、もうデスノートみたいな。まあね、やばいよねこれね。で墓を見学したイギリスの実業家ジョエル・ウールは帰宅途中高熱を発して死亡。俺も墓見学してもうた。大丈夫ですか今のところ。呪い終わったもしかして。多分、ま、てか日本にはやっぱ早瀬がおるんですよね。どういうこと？もうすでにある程度近くにいたこともあるんで、うんうん、呪いの耐性値ができてると思うんですよ。あ、なるほど、免疫ができてると。呪いワクチン。じゃあ何や呪いの免疫ワクチンとか言うな、余計な単語出すな、はい、ツタンカーメンの X 線撮影をした写真技師リードはツタンカーメンの撮影後に衰弱し、ツタンカーメンの検視を行った2人の医師デリーは肺炎で、ルーカスは心臓発作で死亡。ツタンカーメン発見の1922年から1929年まで亡くなった人の数はなんと22人。これはやっぱ呪いですかね。まあカーター自身は何もなかったんですけどね。うんうんうん、でもこのことから王の墓を荒らしたことにより、まあ、かけられた呪いじゃないかというふうに言われるようになったわけですよ。ただこの本当にファラオの呪いだったんかっちゅう話。だからミイラ動かした時とかもちょっと怒ってしまったんですよね。うんうん、ファラオつまりエジプトの王なので、うん、生前すごい偉大な人物だったと思うんです、うん、そうやろそうやろね。まあ優秀な人が多かったのかもしれません。うんうん、亡くなった後も自分の墓を荒らされただけで20人以上の人に呪いをかけるような、まあ、大きな力があるのかというと、ちょっとねーと思っちゃうんだよね。いや、あるかもしれない。え、なんで分かってないだけで、うん、もっとかかってるかもしれない。ああ、気がついてないだけで家の花瓶が割れたみたいなとか。そうそうそう、ちっちゃいの、ちっちゃいの、うん、とかも含めたら、うん、全然ありえる。なるほどね。でもちょっと王一人の力でその力は何かちょっと持ちすぎてる気がするんだよね。いやでも、うん、これあったわ、ファラオの呪い。何を今さら。ありました。何があったんですか。一緒に行ったスタッフ全員辞めたわ、うん、ちょっと何だよそれ。もう小屋さないとかで言ってくれ小屋くんとねチームを組んだスタッフ辞めてく率高いんですよ。ちょっといや別に何もなかったんやろな呪いか
ただですね、先も言いましたようにファラオ一人の呪いでそんなできるんかというちょっと疑問を生じた僕はですね、調べました。はいはいはい。これね、多くのエジプトの人の思いが集まっていたとしたらどうなんでしょうと。ほう。ファラオの墓のもう一つの役割。はいはいはい。僕が思ったのは、そのファラオの墓は墓とは違う役割があったんじゃないかってこと。まあ、未だに世界七不思議の一つって言われてますやん、エジプトのね、ピラミッドとかね。はい。だからやっぱそれが分かってないことが多すぎるわけで、そうですね、それが何のために作られたっていうのが分かってないんですよ。だって今も発掘してますもんね。そう、だからそれ墓なんていうところもあります。ちなみにツタンカーメンが見つかったのは、まあ、王家の谷というところで、はいはい、王家の墓と言ってるわけじゃないんですよね、これ。まあ確かに。ツタンカーメン以外の王も一応埋葬されていまして。めちゃめちゃ埋葬されてますけどね。はい。トトメス一世が過去の王の墓が盗掘被害に遭っていたことから、墓の在りかを隠す目的で、この王家の谷に岩を掘って墓を作ったと言われています。ピラミッドはさ、もう誰がどう見てもさ、なんかあるやんってなるやん。そう、まあまあ目立つもんね。そう。うん、でも王家の谷はマジでなんか地下潜ってから何もないからさ。そうやそうや。多分ちゃんと隠せとったんやろね、ある程度。そう、だって偶然見つかったみたいなのもあるじゃないですか。そう、だからツタンカーメンの墓とかも長年見つかってなかったの、その上にめっちゃでかい墓あるんですよ。うん、で、ツタンカーメンの墓って結構ちっちゃいから、その大きい墓の下にちっちゃい墓誰もあると思ってなかったから見つかったっていう。まあそうやね。だから守るためっていう感じかな。そうそう、だから逆に怪しいんですよね、うん。そうだね。だからなぜそこまで亡くなった王を丁寧に埋葬して、その場所を守り続ける人があったのかってことなんだけど、はいはい、その謎を解く上で注目したいのが、まあ、ピラミッドになるわけです。ピラミッドも現在の考古学では、まあ、王族の墓として、まあ、教科書の墓って載ってたよ、俺の時に。はいはい。言われていますが、実際にクフ王の大ピラミッドの王の前には、大きな石の、まあ、いった棺があるわけですよね。いや、あれ見たけどさ、最近置かれましたって言われても、まあ、そうかもって思うような感じだったけどね。ちょっとだから、わかんないじゃん。当時見てないからね。当時からあるんかわからへん。そう。ただ、いかに偉大な王様だとしても、こんなに大きなお墓を作る必要があったんですか、やっぱ墓ちゃう。そのためピラミッドには、別の役割があったんじゃないかとも言われています。そう思うけどな。それがピラミッドが日本でいうところの神社の役割じゃないかってことです。あ、なるほど、はい。古代エジプトにおいてファラオは地上における神の代表という考え方がありましたね、はいはいはい。そのためファラオが亡くなると丁重に葬ることで神の世界に帰れるようにと考えていたそうです。うん。そして神の世界に戻ったファラオが社会の安定と秩序をもたらせてくれると、まあ、言われていました。まあ、でも日本でもね、あの卑弥呼とかは神からね、うん、通信できるっていうか、それを全部弟に伝えてなんかやってましたもんね。そう、だからもう受信機ですよね、いわばね。今選ばれたって言い方めちゃめちゃ悪いけどな。まあ、分かりやすくと言うところね。このピラミッド建設にも現れていまして、はい、ピラミッドには奴隷などによる強制労働で建設したものではなく、建設には身分の高い人が関わったと言われています。はい。やっぱさ、お墓を作るっていうのにさ、常識的に考えて奴隷に作らせてなんかちょっとまた違うと思うし、確かに、まあ、それでもなんかあんなものを作り上げてしまうっていうのはやっぱ一つの目的があるからだと思うんだよね。だから奴隷に作らせたっていう方が物語として面白いおかしく聞こえるからそうなってるんだろうけど、僕は違うと思うんだよな。最新の調査ではピラミッド建設に関わった人が名誉ある場所に埋葬されていることもちゃんと分かっています。このようにファラオを埋葬し神として祀ることはエジプトに平和と繁栄をもたらすと考えられているため、まあ、宗教的な観点からも人々がピラミッド建設に積極的に関わっていたのではないかと言われています。ありえそう。そのため王家の谷もある意味王たちを神として祀った神聖な場所だったのではないでしょうか。生前に偉業を成し遂げた人を神として祀る僕たち日本人からするとありえそうな説に見えますよね。そうね、うん。でこれ日本の神社に置き換えたらすごい分かりやすいよね。じゃあ日本の神社にもすごい立派なものたくさん立ってますけど、じゃあなんかすごい身分の低い人たちに作らせたり奴隷に作らせたりって考えにくいじゃん、なんか神聖な場所なのにね。まあ、そう思うとやっぱり僕はそういう風な見え方になっちゃうんです。なるほどなるほど、はい。文化の違いが招いた呪い。はいはいはい。日本には有名な神社がいくつもありますけども、栃木県にあります日光東照宮どうですか。あ、見ざるの。そうですね、お猿さんがね3つ、はいて、なぜ見ざるだけ選ばれたか今分かりませんけども。ここに祀られている御神体はあの江戸幕府を開いた徳川家康であることを皆さんご存知でしょうか。どうですか、知ってました。はい。やっぱ歴史好きだからよく知ってるよね。いや最近なんか家康調べたんですよ、うん。家康そう、徳川幕府のお話やるのに、はい、そんなに埋蔵金調べてるもんじゃして、そう夜な夜な、はい、怖っ。調べんと。徳川家康は75歳でその生涯を終えているんですね。遺言により亡くなってから1年後に現在の日光東照宮のある地に祀られました、はい。まあ、分かりやすく日光東照宮を紹介しましたけども、これ以外にもあの豊臣秀吉、はいはい、これはどこの神社でしょうか。あー、これ知ってるんよ。関西関西にあるんよこれ。しかもおこれ知ってんね、うん。豊はい、豊玉。
惜しい、それスラムダンクやねん。豊玉高校は違うねんな。違ったか。インターハイの1回戦やねん、それ。これ意外と京都なんですよね。京都でしたっけ？そう、大阪じゃないんですよ。京都の豊国神社です。惜しかったね、ほんとね。あー、ちょっと、いけたな。はい、じゃあ皆さんにじゃあクイズです。武田信玄どこでしょうか？全然知らへん。興味ないよ、急に武田信玄。信玄神社。適当やろ、それ。これ山梨の武田神社なんですね。惜しかったな、惜しかった。なの、日本には偉業を達成した人物が祀られている神社がいくつも存在します。まあ、そもそもあれやもんな、うん、なんか怨霊を沈めるために神社建てましたみたいな話あるもんね。あります。そう考えると、ピラミッドや王家の谷が日本の神社のような役割を果たしていて、毎日様々な人が祈りを捧げていたとしても、何ら不思議ではないですよね。いや、だって作りもね、あの、出雲大社と一緒ですからね。その中のね、部分がこうね、坂になっているんですけども、はい、まあ、特に古代エジプトは3000年もね、続いたわけで、はい、多くの人の祈り、つまり念や願いみたいなものが多分めちゃくちゃ溜まってる場所だと思うんだよな。まあ、そんな大切な御神体ともいえる王のミイラや装飾品などを持ち出そうとか動かそうとしたら、それはまあ悪い方に祈りが作用する、つまり呪いになる可能性はあるのかもしれませんね。なるほど、なるほど。日光東照宮に当てはめて考えると、徳川家康の御神体には歴史的価値があるから海外で展示するため運び出すねと言われたら、さすがにちょっと怒るんじゃない？いやいや、ちょっと待ってよとなりますよね。確かに。ではなぜツタンカーメンを発掘したカーナモン伯爵やハワード・カーターがその辺りに配慮できなかったんでしょうか。お、これは彼らの宗教観が関連しているのかもしれません、うん、カーナモン伯爵もハワード・カーターもイギリス人です。キリスト教圏内の方ですね。そうですね。キリスト教ではイエス・キリストを唯一神としているため、日本の神社のように偉人を祀るという習慣がないんですって。そのためカーナボン伯爵とハワード・カーターは遺跡発掘の感覚で、まあ、調査をしてしまって、はいはいはい、まあ、結果神聖な場所を荒らしてしまって呪いを受けてしまったのではないかと考えられます。だからちょっと難しいよね。お墓と言われてるわけじゃないですか、世界的には。それを発掘調査ってなってるだけでも、ちょっと僕たち日本人の感覚からしたらちょっと変な感じがしちゃうよね。幸運のツタンカーメン。世の中にはファラオの呪いという形で広まってしまい、ツタンカーメンにまつわるものって基本怖いイメージありますよね。ちょっと不気味な感じがね。そう、僕前にも言ったんですけど、やっぱアニメとかそういう映画の影響って大きいと思うんよ。そうね。まだツタンカーメンのファラオの呪いなんか知らない時に、これ忘れもしいひんはルパン三世のパート2、シーズン2で、ツタンカーメンの大物マスクがパカッて被ったルパンが、もうこんな変なくねくねのダンスを取れなくなるってやつ、ね、そう、取れなくなって、うん、もう気が触れちゃうっていう話があるんですけど、あのルパンを持ってしても呪いには勝てないわけですよ。確かに確かに。だからこれって怖いものなんだって刷り込みがすごいあって。わかるわかる。だってさ、はい、俺らもさ、あの毎週日曜日のあの歌を聴いたせいでさ、うん、エジソン偉い人なんやってずっと思ってるもんな。思ってない。まあ、全然ね、あの例えが違うんですけども、まあ、でもそういうことでしょ。歌からありますよね。なんか昔のなんかの天才バカモンの曲、西から昇ったお日様が東へ沈むって言ってる、歌ってたから、理科の授業でそう書いたら罰だったみたいな。逆やでみたいな、ね、逆だったかもしれない今言うところちゃうんです。ただ先ほど話したように、日本の神社と考えるとどうでしょうか。まあ、怖いというよりは、まあ、神聖な場所という感じですよね。つまり用法用領をよく守ってじゃないですけど、まあ、きちんと理解していれば、まあ、呪いにかかることもないでしょうし、薬も飲みすぎたら毒ですもんね。そう、まあ、神社でね、狛犬倒してきましたなんてのはもうバチ当たりなんてありますけど、基本的にはそうじゃないですか。むしろ僕たちにとって良いことをですね、もたらしてくれる場所だと思うんですよね、はい、でなきゃ年間何万人もの神社にお参り感謝初詣行きませんよね。確かに。呪われるって分かってて行く人いませんから。実はですね、そんな存在が小屋下にはあるんです。ほう。はい、こちらをご覧ください。ああ、ツタンカーメン。そう、ツタンカーメンのこれ棺。うち、なんでこんなツタンカーメングッズあるの？まあ好きなんですよ、俺らが。いや、まあそうやけどさ、なんなん？でもね、これ皆さん心配なさらないでください。本物じゃございません。はいはい。それは知ってますよ。ふえふえふえ。さすがに。これね、本棚なんですよね。約1年前にこの本棚は小屋下にやってきたんですけど、実はこの本棚によって小屋下にいろいろとすごい影響をもたらしたんですよ、これ。何？これスタッフの間でめちゃくちゃ話題になってるんですけど、何をもたらしたかというと幸運なんですね。例えば2023年3月21日1日から5月15日までこのツタンカーメンとともに渋谷、梅田、名古屋のロフトで YouTuber 初のイベントを実施、大盛況になりましたよね。今思うとさ、うん、あのツタンカーメン運んでたん、はい、バリおもろいけどな。
高速道路にさ、前のトラックにツタンカーメンこうやって寝てるんやろ。そうよね。そんなことある？あるんじゃないですか。まああったんやな。あったんや。そしてやっぱり5月5日に小安田が100万人登録を達成したということで、これがまずすごいよね。あ、俺ファラオのパワーですか。ファラオパラ。まあ否定はできひんな。2023年はまだまだ続きます。7月14日、7月28日にはゼップナンバー、ゼップダイバーシティで小安田ナイト開催。どちらも満員御礼となっております。そうね。その後も台湾、エジプトの初海外ロケを無事に実施。招かれとるから。そう。ラジオ、テレビ、外部イベントでの参加も多数やりましたよね、はい、と。そしてね、何よりもその都市伝説界隈を飛び出して、様々なゲストさんがね、こう出演してくださって出会いが増えるなど、まあ多くの人とつながりが作れた、まあ1年でしたよね。これファラオのつなぎですか？ファラオつなぎです。はい、このように本棚が来てから小安田には、まあいいことばっかり起こっているわけですね。時期が良かったね、来る。まあそれもあったね。ただちょっとおかしいなと思っていて、まあ何かというと、先ほど話したように、王家の谷やピラミッドが日本の神社だとすると、古代エジプトの人々が日々お祈りしていたわけじゃないですか。でそうなってくるとこのツタンカーメンの本棚にも誰かがお祈りしていたということにならないですか。誰もしてへんやろ。これがこれ衝撃映像っすよ。マジでこれしてたんすよ。そうやん。本当に。いや今どこおるんよあいつ。誰がお祈りしてるか気になってきます。気になる。こちらご覧ください。うちの代表がね、代表ちょっとスピみたいなとこあるから。いやスピです。なんか石持ってるし。95% ぐらいスピで生きてるんですけど、イコがちゃんと撮ってくれたんですね。これ一応隠しカメラの映像なんで、ちょっと手前に椅子のねメッシュが入って見にくいと思いますけども、うん、イクピネス大天使さんが祈ってくれてました。確かに。はい、イベントの際などに験担ぎとして礼拝していたという事実が発覚しました。社長自らがお祈りしていたということで、このツタンカーメンには祈りの力が満ちていたわけです。なぜこの小安田のツタンカーメン本棚を紹介したのかと言いますと、あ、僕たち3月3日に小安田ナイトを開催します。もう間もなくですよね。そうですね。もう2週間来てます。実はそのイベント会場にこのツタンカーメンの本棚を展示します。おーおーおー、久々に表に出ると。またこれはちょっとね、社内でも話し合ったんですけど、もしご希望する方がいらっしゃったら、お譲りしようと思ってます。え、幸運の置物？はい、幸運のお裾分けみたいな。お裾分けというかもうあげてるけどね。そう、なんかね、伝説をなんか作っていきたいんですよ。その行った先でもなんかすごい、例えば結婚できましたとか、子供に恵まれましたとかね、まあ、いろんな幸運が訪れたらいいなと思って。呪物の反対？そう、幸運の呪物ですよ、言ったら好物略すとね。まあだからこれご希望される方にお譲りしますということなんで。え、な、何に？オークション、オークション。いや、オークションじゃもう値段もある程度決めときます。当日貼っときますんで、その値段でもし買ってもいいよって方がしたらぜひ買ってみてください。それはチケットなくても買えるんですか？いや、これチケットないと買えません。チケットはもう売ってるんですか？もうソールドアウトです。積んでません？積んでます。ただですね、はい、ちょっと望みがあるとすれば、はい、関係者席をですね、ちょっと一般開放しようと思ってまして、はいはい、若干数また再募集があったりもするかもしれません。なるほど。ということでぜひね、会場に来られることが確定してる方は、これちょっと家に本棚ちょっとなかったし買ってもいいなって思う人は買ってみてください。これ本棚で使ってるやつおる？見つけたよ。他の家どっかにあるこの本棚。いや、これすごいアンティークな感じでいいっすよ。いやいや、まあアンティークよ。それはファラオなんやから、古代のものなんやから。うちはさ、ほら黄金のツタンカーメンのマスク、俺個人所有でもう一個あるから、本棚はお譲りしようと思って。え、何これ？え、だからそこで売れた金額をもってして、また次のロケ決めたり次のイベントに回そうと思ってるから、せっかくなんで貢献してください、売り上げに。これ何？何の会？え、祈りの会ですけど。何か、これ何？テレビショッピング始めた？いやいや、始めてませんよ。え、なんだ、ちょっと何を言ってんすか、ほんまに。オペレーター増員で対応する？サンダズル1つしかないねん1個しかないねん、これは。というわけでね、イベントに来てくださる方で、今日の動画を見てほしいなと思った方は、ぜひね、会場で、ぜひお問い合わせくださいませ。え、これね、いくらぐらい？いや、ちょっともう決めてないよ、スタッフと。ただ、ちょっとスタッフと話してるのは、さすがに100円、200円じゃないやんか。そうやな。で、これね、もしかしたら美術品の扱いになってしまうかもしれないから、配送だけめちゃくちゃめんどくさいと思ってるんですよ。いや、だって配送どうするん？俺らで持ってこう、持ってる。持ってく？俺らで運ぼうと思ってる。俺ら誰？いえいえ、どうするの？シンガポールとかやって。だからなんでやねん。ごめんなさい。ちょっと離島 NG。離島一部離島 NG。そう。海外は NG。うん、ごめん。なるべく遅れるように手配するけど、希望される方がいたら、まあ僕運んでもええよ、別に。え、でもニセコとかやったらどうするん？ニセコは北海道ですよね。北海道です。一応、離島にはならないけど。あ、海隔てたら離島？そう。海を挟んでしまったらもう離島。あ、じゃあ、下関やったらどうするん？ギリオッケー。下関車で運ぶ、めちゃめちゃ大変やで。行く。いや、だってそれはきついよ。買ってくれへんかな、宇部市あたりのね、安野さんとか。いや、だってさ、相模原とかの人買ってほしいな。近い、近い方がいいやろ。じゃあ分かった分かった、もう、うん、持って
くどうですかこれで僕らが直接持っていくから買ってくれませんかこれ。いや、え、もしくはダダこねたら僕だけになるかもしれませんけど、はい、よくわからんけど、はい、よくわからん回やったな。だから欲しい人は、え、でもそんな殺到するかな。抽選、抽選、これ今スタッフに確認しました、抽選だそうです。はいはいはい。当日行ってほしい方は QR が横にあるそうで、 QR 読み込んでエントリーしてくださいと。で、まあ当日中にまあ大体出ると思うんで、後日当選した方には連絡を差し上げるということです、はいはい。まあ落ちた人も多分連絡いくと思いますけども、で、お支払いしていただくと。もしその方が辞退されたら、その次の方に繰り上げで当選ということで連絡を差し上げますということらしいです。コーノツタンカーメンの置物。コーノツタンカーメン、なんでダメダメ、え、俺がエジプト行った時のあんま使わんかったガイドブックもあげるわなんかそれあげるからついてこんでいいみたいな、やめてや、ほんま。いや、下関はきついな。なんで、なんで下関の方限定やねんそれ。いや、だってめっちゃ遠いって。いや、遠いよ。広島とかでもちょっといいやん、一緒にドライブしたら楽しいやろ。飛行機乗るかな。いやいや、もう運転してくよ。飛行機乗せられへんのじゃん、棺はえ、本棚ですって、本棚ですって言い張って、本棚ですってなんか、よくあの雨に濡れへんため、こうめっちゃビニで巻くことあるやん。またぐるぐる巻きされる。あれ、ちょっとさ、通らへん税関手荷物預かりで、手荷物預かりや、無理ちゃうか。あれがさ、こう棺がさ、こう最後のさ、うん、レーンのところがさ、こうで多分めちゃめちゃ視線集めると思う。あれ何みたいな。それは、うん、そう、バチバチでおもろいと思うんやけど、その映像も含めて、うん、それは面白いね。いや、でも、うん、池袋とかの人が買ってくれたら一番いいんやけどな。またどんどん近なんねんさっき相模原からめっちゃ力なんだよ、また、うん、ちょっとまあ不確定なこともありますけども、なるべく僕たちが持っていくようにしますから、それも加味してぜひね、ご入札くださいませ。よろしくお願いします。はい、当日の支払いじゃなくてもいいんだよね、後日のね、連絡を受けてから大丈夫ねということなんで、はい、これ大丈夫、奥さんとか勝手に買って旦那さんにバチギレされて呪物になっちゃうみたいな逆もしかりです、ね、まあでもこれは考える時間はありますから、はいはいはい、うん、よく相談した上でね、あの冷やかし入申し込みやめてくださいね。それはもう次回ができるんですよ、はい、冷やかし申し込み、はい、ちょっとダメですから、ぜひよろしくお願いいたします。新しい試みなんでよろしくお願いします。はい、今日の動画が面白かった人はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもぜひ書いてください、はい、お願いします。それではバイ。ライオンはトゥー、あなたは信じる、ちまたに転ばれ都市伝説ショーどうも、クエッキーです。アンバサダーの東映です。なんかこの空間は皆さん緊張してる。世の中ちょっとパニックになるかもしれない。ほんまにこれ大丈夫、最強の都市伝説と言われている、うんうん、まあ、場所の話を。寒い、めっちゃ寒い、何焦げさやねん。寒い寒い、警察署だってディーラルとるやん。地下で、地下でつながって、恐ろしい話だ。やっとこれを話せる時が来ました。メディアの話みたいな裏の話、絶対表では話せない、うん、あくまでも都市伝説です。失いやしないよ、思うがまま君を連れて羽ばたきたい。秘密でもいい、秘密の通り、夜空に飛び立つ心象のストーリー。